すげえ予想以上の有意義で貴重な企画になってきた。じわじわ来るなにこのいい番組。今まで様々な企画で興味深い検証を行ってきた水曜日のダウンタウン。今回はスタッフの功労で歴史の1ページを垣間見、ギャラクシー賞にまでなった神企画。徳川慶喜を生で見たことがある人、まだギリこの世にいる説について、当時の2チャンネルの反応をご紹介いたします。放送日は2015年7月15日、ビビる大木さんがプレゼンターの元放映。江戸幕府第15代将軍徳川慶喜は日本最後の将軍で、江戸幕府とも聞くとさぞ昔に感じますが、慶喜は1913年まで存命。放送当時102年前とそこまで昔の話ではなく、探せばギリギリ直接見たことがある人を見つけられるのではないかを検証する、歴史ファンだけならず知的好奇心をくすぐる本説。本説を調査するにあたり取材した、明治から平成まで4つもの元号を体験されている、100歳以上の方々の中には、大隈重信や夏目漱石など、教科書に載っている偉人に会ったことがあるという方、日中戦争や関東大震災など、我々にとって歴史上の出来事を実際に体験された方、そして、徳川慶喜を生で見たことがあるという方、我々が教科書などでしか知り得ない、当時を生きた方々のエピソードはどれも興味深く、今でもネットでは水曜日のダウンタウンの神回の一つとして声が上がる作品となっております。それでは早速当時の2チャンネルの反応を見ていきましょう。斉藤茂吉、大政奉還の人だっけ？暴れる君だろ。陣内智則だろ、バカじゃねえの。てかなんで徳川慶喜の写真があるんじゃ。教科書載ってるよ。これは興味深い。この人随分長生きしたろ。昭和まで生きててカメラオタじゃなかったっけ。超長生きして人生の全てを道楽して過ごした人。大正まで生きたんか慶喜。まあ教科書で見たことなくても50年も生きてたら1回くらいこの写真見てるわ普通は。じゃあ同じ年に死んだ斎藤はじめも生で見た人も生きてるな。こないだ高丸の科学のあの人が呼んでたから俺も会ったよ。今回調査するにあたり、全国の役所や老人ホーム、デイサービスの方々のご協力を得て紹介いただいた、元気な102歳以上の方に慶喜を生で見たことがあるかを聞き込み、小沼金子さん104歳。あ、ケーキね、ケーキさんは見たことありますか？ないない。松崎邦夫さん104歳。ないよ、徳川なんて全然関係ないから。関品さん105歳。名前は知ってますけど会ったことはありません。斉藤誠さん102歳、ない、と100歳超えでも、調査相手が将軍でもあり、生で見たことがある方はそう簡単には見つかりません。ケーキってガチで言われてたんやな。友達感覚で草。あ、あいつね、みたいに言うな。100年後の俺ら、鳩山知ってる？あ、ポッポね。有速読みやぞ。みんな受け答えすげえまともですごい。耳も言葉もしっかりしてるな。ボケてなくてすごいな。105がこんな元気とかすげえ世の中になったな。明治生まれってすんごいよ。みんなケーキって呼ぶのなんかちょっと感動したわ。そもそも会えるわけないんじゃないか。フランス国王みたいに庶民集めてて振ったりしないもんな。位が高くないと見ないだろう。2歳や3歳で見ても覚えてないがな。旧家族で102歳以上の人を探さないと無理だろ。これ何気に現在のご長寿さんたちのアーカイブで貴重な映像資料にならないか。ギネスの最長寿のジャンヌ・カルマンさんは若い頃ごっこと会ってたよな。小汚い人だったみたいに言ってた。十二国旗思い出すわ。調査するのも一苦労だな。しかし話を深掘りすると、100歳以上だからこそ生で見たことのある驚きの人物の名前が、第8、17代内閣総理大臣、大隈重信。中村百合子さん101歳は義理のお兄さんが早稲田大学出身で、当時総長だった大隈重信を遊園会で見た、小説家夏目漱石。我が輩は猫である。発表前の1903年、夏目漱石が講師を務めていた東京大学の授業を、山口敦さん100歳のお父さんが受けていた。GHQ 最高司令官ダグラス・マッカーサー。島野春江さん102歳は、1945年厚木飛行場に降り立ったマッカーサーを見て、敗戦国となった日本が米国に何を強制されるのか、それが一番恐ろしい、と語った。武藤義子さん102歳は、マッカーサーが馬車でちょうど通りがかったから旗を振ったことがあると語っておりました。大隈重信。すげえ記憶力。偉人に会った話とか面白いな。新選組の奴らも1900年代まで生きてた奴がいたから、見た人いるかもね。生きた歴史やね。昔で大学生ってすごいな。その頃の大卒だと超エリートだわな。すげえな、今は護国寺におられるな。奈良山形有朋もいるな。目撃者いるもんだな。マッカーサーはまだたくさんいるだろうな。これはまあ70代の人とかでもいるだろ。怖かっただろうな。
みんな顔がこわばった。誰に会ったとかじゃなくて喋ってる人の若さに驚く。マッカーサーって、透析が怖いからサングラスしてたんだよね。なんか帰国の時ファンレターすげーもらったとか言ってたな。100歳前後なんか余裕で戦闘民やもんな。終戦の時も大人やもんな。すごい時代やな。さらに100年前を生きていたからこそ、生のちょんまげを言った人を見たことがあるとの話も。関品305歳は子供心に、なんでああいう神してんだろと純粋に疑問を持ったそうですが、聞くことが怖く心にずっと収めていたとのこと。斉藤誠302歳はスタッフの言葉がうまく聞き取れず、何曲げ？と何度も聞き返すというちょっとしたハプニングがありましたが、明治時代に民間人でちょんまげの人はいたとのこと。我々が映画やドラマでしか知らないちょんまげも、おじいさんおばあさんの幼少期ではまだ街で見ることができたようです。ラストサムライか。生き証人の貴重な話だよな。マジかよ、まだちょんまげいたのか。台頭はいなかったんかな。この年まで生きてるあんたがすごいよ。何曲げ？にゃん曲げ。曲げで察してくれ。あるまげ。他に何の曲げがあるんだよ。でもやっぱりちょんまげが不思議な世代なんだ。正岡式も子供の頃ちょんまげだった。去年93で死んだうちのじいさんの子供の頃にはまだちょんまげがいたらしい。天領だったからかな。両国あたりに行けば頻繁に見るわ。お侍ちゃん、呼んだ。民間人とか、軍にいたな。いつの間にか NHK スペシャルを見ているのか。こういう小さい事柄も記録に残してほしいな。断髪令跡でもいたのかな。明治大正昭和平成生きてるんだもんな、すごいわ。新幹線に乗車したことのある江戸時代生まれの人はいたかどうか調査しろよ。1867年、大政奉還、1964年、東海道新幹線開業。日本最高齢の117歳がこないだ亡くなったみたいだから無理だろうな。そして話を伺うと、みなちょんまげ以上に強烈だったと語る出来事が、1923年に起きた関東大震災。松崎邦夫304歳は、それまでおねしょをしていたのが関東大震災をきっかけに治ったそうで、飯田湖畔302歳は、家が大きく横揺れして怖かったと語っており、関品305歳は、土曜日に郵便局へ行ったところ地震が発生しましたが、2011年の東日本大震災を超える衝撃だったとのこと。そして中村百合子301歳は、庭に出ても大人が立っていられず放り出されるほどで、地面が割れてそこへ人が落ちてしまったと語っておりました。震災でおねしょ感知。なんというショック療法。震災すげえ。関東大震災の経験者か。生き証人すげえ。105歳のこのばあちゃんがすごいわ。関品さん、お元気だな、めっちゃしっかりしてるね。品さんのお話もっと聞きたい。10歳とかだと一番怖いだろうな。震災に戦争だもんな、苦労しただろうな。怖えー。地割れに落ちるってマジであったのかよ。空爆されたみたいになっとるやん。直下型だからな。地震の恐怖は DNA に刻まれるレベル。徳川慶喜とかもうどうでもいい？大震災の話がすごい。もはやもう歴史ドキュメンタリーじゃんか。関東大震災経験して戦争経験して、東日本も経験するなんてすごい人生だな。この人たちの話だけで番組一本できるだろ。やはり記憶が鮮明に残るんだな。そしてお年寄りから聞ける貴重な体験談といえば太平洋戦争の話ですが、この世代にとって最初の戦争は、日中戦争。芹沢春江300歳は、昭和13年9月13日の召集で名古屋の野砲隊に入隊、12月23日に神戸港を出港して中国へ行ったそうで、内田三一301歳は、24歳で日中戦争を経験、国が広いから敵がどこまでも逃げていくので、日本人はどこまでも追っていったという状況だったそうです。さらに斉藤誠302歳は満州のハルビンに長く駐在しており、公平だったので戦車を通す船を繋いだり道路工事をしたりしたそうです。数字すげえ覚えてる。日付まで覚えてるんだな。記憶力やべえ。はっきり覚えてんな。それだけ強烈だったろうな。戦後70年。日中戦争から参加してんのか。品事変。戦線を広げすぎたのがまずかったよな。なるほど、公平ってことは戦線にいないから生き延びれたのか。こういう体験者の話は本当に興味深い。あれ、今日水曜日のダウンタウン休みか。今日はどうした、水曜ダウンタウン。本当だな、いい話ばかり聞けて。別番組すぎるだろ。もう BGM パリは燃えているかにしろよ。すげえ予想以上の有意義で貴重な企画になってきた。じわじわ来るなにこのいい番組。と数々の100歳超えしか知り得ない貴重な情報はたくさん聞けましたが、徳川慶喜を見たという方とはなかなかお会いすることができません。そこで、慶喜の詳しい情報を得るために、大河ドラマ、徳川慶喜の時代考証も務めた、慶喜研究の第一人者である斉藤陽一さんに話を伺うことに。
さすが、慶喜についての研究を行っていることもあり、なんと慶喜のお孫さんから直接話を聞いたことがあるとのこと。慶喜公のことを生き生きと話してくださった、と歴史の1ページに触れるところまで行くものの、残念ながらその方は20年前に他界しておりました。その方以来、慶喜を生で見たという人には会ったことはないそうで、極めて難しいと思います、と語っておりました。慶喜研究の第一人者でさえ20年以上会えていないという現実に厳しさを感じつつも、何か手がかりになることはないか尋ねると、慶喜は1868年江戸城を新政府軍に明け渡した後、静岡へ移住。そこで28年暮らした後に東京の巣鴨に移り住み、晩年は77歳でその生涯を終えるまで、文京区春日の屋敷で暮らしていたそうです。そや孫はな、信人親王妃菊子、慶喜公の孫の一人。ラストエンペラーか。慶喜は隠居してたからな。亡くなったのが102年前じゃ、見てる人はそれより年上じゃないと。一般人では基本的に無理だろ。よし、探偵ナイトスクープに依頼しよう。国がマイナンバーで国民総家系図を作成すべきだと思う。徳川宗家は紀州家が生き残ってるんだっけ。慶喜は長生きだったといえそんなもんなんだな。巣鴨いたんかい。巣鴨の跡地は今ラブホと語ってるけどな。春日の屋敷は皇居だろ。徳川で一番の長寿。いや、90過ぎまで生きたやつがいたはず。貴重な情報を入手できたことで、静岡と東京23区に絞って再調査。すると静岡で、おじいさんが縫い白屋で慶喜が二人のおめかけさんとの間に生まれた、大勢の子供のお七屋の着物の裾模様を包白して、収めていたという人や、友人が徳川家の屋敷で働いていたという人を発見。だいぶ慶喜に近づいてきた気がしますが、生で見たという人はまだ発見できません。めかけ。すごい話だ。めかけが二人、さすが腐っても将軍様。大阪城から船で逃げるときめかけ連れてたのな。羨ましい、羨ましいぞケーキ。いい話掘り出したな、すごいぞ TBS。結構、やってるネタレベル高くね。めかけの話が出たときの浜田の顔がすごかったぞ。下世話な話になってきたぞ。ケーキさん女関係もケーキ良かったんだな。奉公してたのかよ、すごいな。静岡は幕臣2000人が一緒に移住したからな。いいとこのお嬢様みたいなばあさんばかり。しっかりしたお年寄りばっかりだな。今日はなんでこんなにすれ早いんだよ。そんな中ある老人ホームから、慶喜と話をしたことがある人が以前いたという有力な情報を入手。しかしその方はすでに退所済みで、残念ながらその消息をつかむことはできませんでした。そしてその後も調査を続ける中で、ある老人ホームにて、徳川慶喜に会ったことありますか?と聞き込みをしていると、慶喜に会ったことありますとさらっと話すおばあさんを発見。これにはスタジオの大木さん、パネラー陣も、ええー、と驚いておりました。慶喜を見たことがあるという、飯島信さん105歳。幼い頃に住んでいたのは東京日本橋。高島屋と白木屋の間にて、そこで行列を従えて歩く慶喜を子供の頃見たのだそうです。来たー。すげえ歴史の生き証人。マジですげえ。いた。すげえ。見た。105歳こやすごいわ。しっかりしてんなー。日本橋に住んでたてすげえな。覚えてるもんなんだな。十分すげえ。晩年もそんな行列作って歩いてたのか。細かく覚えてるのがやばい。家のひいじいさんは見たって言ってたが、はるか昔に死んでんでんで。これ20年くらい前に調べたら、もっとたくさんいたんじゃね。まだギリこの世にいた。2歳か3歳じゃねえかよ。まあ行列見るなんてそれくらいだろ。人間の記憶力ってすごいね。キーワードで一時的に脳が活性化してるのか。耳遠いけどちゃんとしてるな。結構はっきり喋れるんやね。飯島さんの記憶は確かなようですが、当時慶喜が本当に日本橋を歩いていたのか、確認のため再び慶喜研究の第一人者、斉藤さんの元へ、斉藤さんにインタビューの映像を見ていただくと、よく撮れた、これは本当に感動的ですよと感動でついテンションが上がります。斉藤さんによると、明治44年にかかった日本橋の記号を慶喜がしているそうで、現在も橋に書いてある、日本橋、の文字は慶喜が書いた字とのこと。日本橋は慶喜とゆかりの深い土地で、資料の中にも明治45年に慶喜が出向いたという記録がしっかりと残されていることが確認できました。斉藤さんも、説を裏付ける間接的な証拠は間違いなく出てきたと太鼓判を押し、徳川慶喜を生で見たことがある人はまだギリいたという検証結果となりました。学者感きたきたきたー。日本橋涙目。話がすごすぎる。慶喜作だったのか。マジかよ、日本橋毎日行くからあの文字見てみる。すげえ鳥肌立った。へえ、すごい接点出てきたな。先生嬉しそう。
ナレーションが毒を吐かない。テレビパワー使ってこういう資料集めは面白いな。裏打ちされた。まだギリって結構失礼だな。何がすごいってこのばあちゃんがすごいな。10分のコーナーじゃねえよ、2時間くらいやってくれ。やべえ、感動した。なんだこの番組。スタッフオツ。そろそろ明治生まれも全滅しちゃう時期になってきたんだな。こういう人らがんとかもならずここまで生きてきたのかな。この年でこれだけ話せる人だからわからんぞ。尋常じゃない記憶力の持ち主かもしれない。記憶って昔の出来事の方があるでしょ。今40だが最近のことを忘れてしまう。昔のめんどくさいことの方が記憶してる。皆さん長生きしてね。VTR 終了後、歴史オタクで有名な大木さんは本説の立証に大喜び。そんな大木さんの熱量に反してスタジオのパネラーは意外と冷静で、それはすごいですね、と冷静にコメントするフットボールアワーの後藤さん。予想外の反応に、歴史が好きじゃない感じで過ぎですよと話す大木さんですが、大木さんの熱がすごすぎてそう見えるだけか、そんなことないですよとパネラー一同は否定。さらに、もうちょっと有名な方でとコメントするイマルさんに、将軍捕まえてもっと有名な人いないのかっつったの、と憤慨する大木さん。あの当時日本で一番有名だよ将軍と熱く突っ込み、スタジオもスレも大爆笑のうちに終了となりました。歴史が好きじゃない感じ。徳川家康の息子かなんか。リアクションがひどすぎる。温度差。なんだこの空気は。おいおいおい。死ぬほど有名やわ。徳川より有名な人。じゃあ誰がいいんだよ。これは荒れる。最後の将軍捕まえてすごいこと言うないまる。将軍舐めすぎやろ。将軍以上とか天皇しかいねえ。歴史興味ないとこんなもんだよ。他に幕末の人物で長生きしたやついねえしな。この回は水曜日のダウンタウンでは、初のララクシー賞2015年7月度月刊賞を受賞しており、これまでも様々な興味深い説があったが、吉野部を生で見たことがある人まだギリこの世にいる説は失色。102歳超えの人たちの話がとにかく興味深い。子供の頃、村に一人はちょんまげの人がいたという話は光景が目に浮かび、顔がほころんだ、という戦評が上がっていました。またスレでは身内が見た歴史上の人物の話が随所で盛り上がり、うちの祖父はヒトラーになら会ったことあるけど、死んだ明治生まれの祖母は清水次郎長見たて言ってたな。ばあさんは毛沢東見たって言ってた。俺の父方の曽祖母さんは西郷さんをリアルで見たことがあったらしい。というようなエピソードが数多く上がっていました。以上、徳川慶喜を生で見たことがある人まだギリこの世にいる説、当時の2チャンネルの反応はいかがでしたでしょうか。本当に見たことがあるという人の話が飛び出した時は、思わず歓声を上げるほど感動しました。こういう話を聞くと歴史上の人物も身近に感じますね。また、100歳を超える方々が皆さんお元気で、しっかりお話しされているのがとても印象的でした。2022年には、本物のハチ公を見たことがある人まだギリこの世にいる説、も放送され大好評だったこともあり、ぜひ他にもこのような企画を実現してくれることを密かに期待しています。このチャンネルでは水曜日のダウンタウンの説について、解説や反応をお届けしております。水曜日のダウンタウンには様々な説がありますが、あなたのお気に入りの説は何ですか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの説についても、お届けさせていただくかもしれません。ぜひ次の動画を作る気力にもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。